在東在皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょう恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。出まいりましたね。はい、6月です。横場さん、誰がおっさんやねん。おっさん言ってないじゃないですか。コバさん、コバさんって言ったんですよ。失礼しました。ちょっとそれは今日のゲストの、はい、ねえもう舞い上がってるでしょ。はい、もうそうです。いつもごとく、はいねえ、はい、はい、今週も内容盛りだくさんにお届けしてまいります。噂のゲストは20周年浅田敦子さんです。どうぞたっぷりお楽しみください。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りします。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーやよー。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円、めっちゃ安い。カラオケするならレインボーやよー。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。お買い物するなら何でも揃う奈良県上牧町ショッピングモールレインボー西大和、お待ちしてます。私の明日を見ないで、それほど利口なわけじゃない、どこにもあるようなありふれた女の女の真実のすべてを私はきっとあなたのためによみがえる。ありがとうございました。
様こんにちは、林芳子です。私の新曲春を抱いて眠りたい、皆様歌っていただいておりますでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。この度6月10日に、梅田赤楚元のバナナホールなんですが、そちらの方でファーストリサイタルさせていただきます。どうぞ皆様お越しください。楽しみにお待ちしております。風に吹かれて飛んでゆく綿毛は冬を越えるでしょうか。いつかいつかあなたが帰ってくるなら、私はの里ゆりです。皆様どうぞ遊びにお越しくださいませ。演歌ジャックス。その稽古の店龍神、一度遊びに来てくださいね。演歌ジャックス。貸し衣装着付けのことならボタンへどうぞ。演歌ジャックス。お好み焼き、鉄板焼き、一望、アビコ店、ぜひお越しください。演歌ジャックス。毎度カラオケ居酒屋ちいぼうの店です。いっぺん来てや。演歌ジャックス。カラオケ喫茶ミカです。皆さん一度お越しくださいませ。お待ちしております。演歌ジャックス。はい、居酒屋ゆかりです。皆さんお待ちしております。演歌ジャックス。南波千日前雷寿司、また一度お越しください。演歌ジャックス。毎週日曜日お昼の12時マルマンシアターをよろしく。演歌ジャックス。演歌歌仲間。さあ、一週目ですね。今週のテーマは自己 PR です。ゆめさん。はい、フリーズ大丈夫ですか。あのね、はい、今あの夢中、はい、西九条のね、はい、夢中で月、1回、はい、ライブをしてます。あ、お店で、ゆめさんのお店で、はいはい、うんうん、それと総営劇場っていうところにね、はい、あの出させていただいておりますので、はい、それは九条なんです。うん、九条に総営劇場、はいはい、私は西九条。あ、お店は西九条。なるほど。有名中と言いますけども、はい、よろしくお願いします。また来てください。あ、夢みどりさんです。若葉ちゃん。はい、自分もそうですね、あの夢さんと今回一緒なんですけど、あの南五郎さん率いるあの九条シアター、うん、ね、あのそちらの方でね、6月8日8日、うん、日曜日、もうすぐだ、うん、今回ね出演させていただきます、うん、また皆さんよろしくお願いしたいのと、もう一つ、うん、今年の9月一応予定なんですけど、あくまでも、はい、一応予定で、自分のねディナーショー、一応ゲストに浅田あっちゃん、はい、一応ね、来ていただく予定ということで、一応未定なんですけど、まあ、でもちゃんと決まりましたら、うん、また報告しますんで、また皆さんよろしくお願いします。はい、もうすぐですもんね。急いで、そう決めてください。もう急がなあかん、ね、もう急がなあかん、ね、はい、聖子ちゃん、うん、はい、はい、こんにちは、聖子です。そうですね、自己 PR という失敗したことなんですけど、はい、お酒飲んで酔っ払っちゃって、うん、こけちゃって赤タン、青タンになっちゃってほんまいね、こっちね、ちょっとだけね、 あんまりここ映さないでください。可愛くなったらあかん。それとね、もう一つお礼が言いたいのは、
先月あの奈良の公開収録でしょ、はい、その時の演歌ジャックスの大先輩の林よしこさんがね、うん、ドレスをいただいた。よしこちゃんが、はい、で今日はそのドレスを着て歌わせていただこうと思います。やった、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんしっかり見てください。はい、では歌でございます。若松秀彦さん、夢絡ませて。黙っているけれど心の奥までも見透かされそうなあなたの瞳に束の間の喜びが押し寄せた後からあなたの優しさに不安が募るの。夢絡ませて体丸ごと縛りつけても手のひらに残るぬくもりだけはせめていつまでも消えずに欲しい。最大級の遊び場レインボーワールドが橿原ツインゲートにぼよよーんオープン。カラオケ平日昼2時間0円、夜1時間0円。最新のダーツマシーンに卓球、ビリヤードも。レンタルスタジオだってあるよ。大人も子供もみんなで遊ぼ。レインボーワールド。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。 JR 環状線西九条駅高架下カラオケ喫茶ゆめんちゅ、抜群の音響でアットホームなひとときをお楽しみください。お待ちしてます。さあ、番組も中盤ですけれども、はい、うん、ドキドキ感高まってきました。高まってきましたね。 おっさんか誰がおっさんやねん。いやでもなんか私は最近ね、うん、あっちゃんの影響でこの河内女のバラッドの影響で、はい、なんかおばはんっていうのもなんかすごいこう言われたらなんかあったかい感じがしていいなって、関西弁いいなって改めて思ったんですよ ね。で本当あっちゃん見てたらでも素敵やから、そう、余計にねなりたい思いますよね。うん、ゲストコーナー楽しみですけど、でも本当に、はい、うん、あの関西の歌だけど、うん、あの音符は標準アクセントの歌とかって多いじゃないですか。多いです、多いです、うん、でもこのね今回の本当にあっちゃんの歌、うん、あんたとかもうめっちゃ関西弁のアクセントで、もうなんか僕らはもうすごい、うん、もうなんか応援したくなりますよね。そう、すごい親近感もあるし、はい、もうサウンドもかっこいいから、はい、歌ったら絶対気持ちいい。いいでしょうね、うん、まあ関西男としては、はおっさんとしてはヒョウ柄のパンツを履いてヒョウ柄ね、はい、はい、ゲストコーナーも楽しみで仕方なくなってきましたけれども、そうなんですよ、早く見たい。はい、まだまだ続きますので、はい、引き続きお楽しみいただきたいと思います、はい、続いてのコーナーは、はい、じゅんさん、けいこさんのコーナーです。けいこ、じゅんの歌声通信。へぇたまにタイトル忘れてた。あ、ダメですよ。たまにやね。たまに、まあ、たまにやから許しましょう。だからけ、けいこ十言った時に何やったっけと思って。まあたまに、あ、まあ6月やから。そうですね。6月といえば実は、はい、ミーの、はい、ミーの誕生日が。あ、そういえばそうやね。ごめんね。年に何回ぐらいあんの？いやいや3回。あのね、まあそれはいいんだけど、うん、やっぱり6月って言ったらやっぱりこう鬱陶しいっていうか、梅雨があるもんね。梅雨の季節じゃないですか。うんうん、
なんか対策は何かあります？いや、我慢するぐらいです。早め早めにやっぱ対策はね、やっぱこうなってからではね、はい、困るんでね、やっぱり、うん、私ね、ここだけの話やけどね、はいはいはい、ちょっと雨漏りするんじゃないかなと、我が家、家の中が部屋が、はい、なんという部屋するの？いやいや、はい だけどね、まあ、賃貸ですから、それは質問あれですけどね、大雨が降った時はね、天井裏っていうんですか、バケツを入れてるんですよスタンバイ、いつでもスタンバイ。そうだからね、ちょっとやっぱり心配、ほんま6月はね、心配なのよ、私ね。あとはもうね、夏は稽古の季節やからね。はい、ということで以上ですなんじゃそりゃ。それじゃあ、その稽古さんのぶらり節まいりましょうか、はい、じゃあお願いします。どうぞ。よいしょ。恋子だね、瞳が可愛い、ぶらりぶらぶら堺町、可愛いマリちゃんのおしゃくで飲めば心ウキウキ上機嫌。夜の紳士だよ。五郎さん、はい、今ね、16年目のなるんですけどね、はい、デビュー、まあ、今現在オリジナル10曲あるんですけど、10曲、うんうんうん、その10曲今はね、新曲の方ばっかりやってるんですけど、うん、もう一回この掘り起こして、うん、その10曲をまた広めていこうかなという気持ちと、うん、また近々新曲がどうも出そうな感じになってるんですよ。どんな曲かね、楽しみですね、うんうん、へー、いい歌もいっぱいどんどん増えますね。頑張るで、頑張ってください。はい、なしろさん。はい、演歌ジャックスご覧の皆様、なしろでございます。いつも応援ありがとうございます。そうですね、自己ピ、私はこのお世話になっております演歌ジャックスさんとなしろの名を広めるために、大阪は難波、そして和歌山西成、東大阪と広告塔になってビラを撒き散らしておりますそして合間にインスピレーションが研ぎ澄まされるということで、神社へ行きまして、神としてより一層高めるために奔走いたしております。以上です。なるほど、いつもありがとうございます、ね、いつも長いトークありがとうございます。何をしてますか、ね、はい、お父さん歌参りますね、うん、はい、南五郎さんですね、ソーラン酒場。殺しで凍てつく大地、海は追われ死刑続き、荒くれ男も
安心も日から一日焼け焼け時間酒と男の空酒場カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボヤヤー、平日夜1時間ゼレ、番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。不思議な言葉、老若男女声を揃えて一気一気、日本全国健康第一、土地建物マンションお電話ください。夢をあげるから、ときめき霞める異人間。ゲストコーナーです。今週のお客様は浅田敦子さんです。こんにちは、浅田敦子です。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。もうコバさんがもう緊張して緊張して、いやいやいや20周年おめでとうございます。どうもありがとうございます。はっきりはっきり20周年おめでとうございます。20周年おめでとうございます。どうもありがとうございます。もうねあっという間でしたけど、やっぱりこうみんなにね、あっちゃん頑張れ頑張れって言ってもらって、うん、みんなのね支えもあってこの20周年迎えさせてもらいました。本当ありがとうございました。なんかね、うん、あのみんなのやっぱパワーいただいて、私もやっぱり、うん、あの頂点目指してね頑張らなあかんので、うん、やっぱいい歌をまたいい作品をみんなに届けていって、うん、またみんなが愛してくれるのを、それをまたパワーいただけるので、なるほど、20周年やっぱりみんなと分かち合いたいなと思います。はい、じゃあ分かち合いたい、さっきこれ言っちゃおうかな。いきますか、はい、聞かないで分かち合ってもらっていいですか。分かち合い、10月の1日の水曜日なんですけど、大阪は心斎橋のビッグキャットで、20周年のライブをさせていただきますので、また詳しくはホームページでもあのご覧になっていただけるようになってますので、どうぞよろしく、たくさんいらしてください。よろしくお願いします。はい、でも先ほど頂点とおっしゃいましたけど、はい、20周年の記念曲、はい、カバチ女のバラッド優先で1位、はい、初登場1位いただきましたけど、もう最初はね多分皆さんびっくりしちゃったと思うんですよ。あのいでたちもこんな感じで、うん、少しあの昭和の匂いをはい、たっぷりさせようということで、あのイメージは昔の桃井かおりさんですけど、うん、なるほど、ね、中身は全然違うけど雰囲気だけ桃井かおりさんにして、はいはい、で全然あのそんなにお衣装もお金はかかってませんけれども、あの今回まあ20周年ということもあって、うん、まあ、弾けてもいいやろってことで、うん、私もまあ河内で生まれて河内で育って今も河内に住んでるので、うん、まあ、あのうちのなんか家族の一コマを見ているような、うん、そんな作品になってまして、なるほど、そしてあの誰がおばはんやっていうセリフも入ってるんですけど、なかなかね最初大丈夫かなと思ったんですよ、うん、はい、ただ誰がおばはんやって言えるかなと思ったけど、そうや私河内のおっさんの娘やったわと思ってもう絶対できるやんと思いながら、でもすごい楽しくね、うん、させていただいてます、うん、はい、もうつかみももちろん度肝は抜かれますけども、うん、私はこのアレンジ、うん、あの将軍隊の伝説のスタジオミュージシャンの皆様ですよね、はい、はい、もうすごいサウンドがかっこよくって、もうなんかしびれますよね、うん、だから最初こう音楽ね
あのメロディーが流れてきた時にうわーすごいなって、はい、あの私はこれどうやって味付けをしたらいいのかとか、はいはい、いろいろ皆さんと相談した上で、まあ、こういう形になりましたけど、これはもうほんまにみんな河内のおばちゃん歌わなあかんわってそうですね、歌いますみたいな、もういろんなところであの誰かおばはんやを、ね、流行らせていただきたいなと思います。もう本当に、まあ、僕らも歌いますよね。誰がおっさんやねんって、ね、それも誰のおっさんに変えてもらったらもう誰でもいけます、ね、いいですよね。最近あのそこをね、はい、女優さんの名前に変えたりとか、おなるほど、あの男性のかっこいい俳優さんに変えたりとか、はい、何かいろいろ遊べますので、そっちもいけるんや。ヒョウ柄パンツ履いたんやね、うん、みんなで盛り上がっていきましょう、お願いですよね、はい、来週もお世話になりますので、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週のエンディングは浅田敦子さんの河内女のバラッドをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。好きになるほど意地を張る、知ってたはずよ昔から、なぜか今夜は酔えないの、少しでいいわ会いに来て、浅田敦子さん河内女のバラッド。ガラスを叩く、その旅の中泣き声あげる、連れがおらんと猫でもつらいやろう、うちはとっくに転がし泣いている。何しとんねん、あんた帰ってきてや、河内女は必要でも、ほんまめちゃくちゃ、ほんまめちゃくちゃ街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りしました。